バファローズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。いいまっすぐですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田、山岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは石峰。このバッター、空振り。改めてお聞きします、バッターの坂本、どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングで、どの方向へも強い打球が打てるんですよ。2球目打ちました。大きな打球になった。4番バッター丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、盗塁を、これで一打先制のチャンスですね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。3球目打ちました。さあ、これからファイターズが守備につきます。そしてバッターは福田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが1球目、初球空振りです。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている足立、須賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、まず打ちをついてきました。155キロです。これが2球目、2球目打ちました。打順は3番石峰、ツーアウトになっています。この回の須賀、4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。引っ張った、2回になります。ファイターズの攻撃、打席には5番バッター吉田。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。さあ、外してくるのか。低めの際どいところですが外れています。打ちました。打席には6番バッター浅村、山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いや、素晴らしい球ですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボール2ストライクです。バッターは7番に入っている中村。2アウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。さあ、2球目は何か。まっすぐで空振りを取ります。ノーボール2ストライク。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。さあ、4球目は何か。インコース詰まりました。2回の裏、さあ、バファローズ、この回は4番から始まります。吉田が打席に入ります。ファイターズ得点に動き、初球打ち、さあ、そして打席にはジョーンズが入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。ストレート打った、
さあ、そしてバッターボックスには中川が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチが続きます。レフトへ。さあ、そして打席にはロメロが入ります。うーん、怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。初球変化球がいいところに決まりました。低めは外れました。落としてきましたが、これは外れます。ストレート打った。帰った帰った、サヨナラ。日本ハムファイターズがなんとサヨナラで敗れてしまいました。勝ったオリックスバファローズ。